池田町と越前市にまたがる山の奥に水が滴る神秘的な場所があります。ここは初代清水谷隧道です。かつてトンネルとして使われ、1910年明治43年からこの地域の交通を支えてきました。全長およそ240メートル、高さと幅は2メートル40センチです。このトンネルが開通する前、池田町と越前市の往来は峠を越える以外の方法がなく、雪深い冬場の通行は困難を極めました。そこで池田町の清水谷と越前市の福間、2つの村の有志が協力し、この初代清水谷隧道を1年かけて手で掘り進めました。真っ暗でね、明かり、今のようにライトもなければ何もありませんから、棒を持ってね、岩の壁にずっと沿いながら向こうに見える明るいところをこう見上げてずっと歩いていたと。時々ここへ来てはね、もう遠いの思いにふけているという時もあります。新しいトンネルができ、使われなくなった今は鉄の扉で閉ざされています。しかし地域の人がツアーを開き案内しています。今の池田町があるのはこのトンネルのおかげ。池田町の文化の発展とか経済の発展にすごく貢献者ということで残っておりまして、子どもたちにとって一つの学びの場所に使っていこうかなとは思っておりますね。当時の人々の生活を支え、重要な交通の要衝であったトンネル、涼やかに厳かな歴史の息吹を感じることができます。